都市では京都市タバコ対策行動指針の中で受動喫煙の防止、未成年者の喫煙防止、妊産婦の喫煙防止、成人の喫煙率の減少の4つの取り組み方針に基づきタバコ対策の推進を図っています。中でも室内等の環境で他人のタバコの煙、いわゆる副流煙を吸ってしまう受動喫煙はタバコを吸わない人の健康にも影響を与えることから対策を進めることが求められています。京都市では飲食業や旅館等の事業者組合で構成される京都府受動喫煙防止検証事業者連絡協議会と京都府とで連携し、受動喫煙の防止を進めるため、お店の喫煙環境を示す点灯表示ステッカーの普及に取り組んでいます。今回は京都府商店街組合連合会の皆様のご協力により、点灯表示ステッカーの普及に新たに取り組むこととなった商店街で、実際にステッカーをお店の入り口に貼っていただくことになりました。はい、京都とことん調べたい京都産業大学外国語学部2回生の岡野遥です。本日はここ錦市場商店街や河原町商店街で喫煙環境を表示するステッカーをお店の入り口に貼らせていただくという取り組みが行われます。まずは門川大作京都市長から京都府商店街振興組合連合会宇津克美理事長に点灯表示ステッカーが手渡されました。続いて錦市場商店街のお寿司屋さん伊予又の店頭にステッカーを貼らせていただきます。さらに河原町商店街の喫茶店星野コーヒー店にもステッカーを貼らせていただきました。ではここで京都府受動喫煙防止検証事業者連絡協議会の北原茂樹会長にお話を伺いたいと思います。北原会長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず飲食店や旅館等をされている皆さんが受動喫煙防止の協議会を立ち上げられた経過を聞かせてください。京都は世界有数の観光都市でございます。京都にお住まいの方々だけでなく、国内外から多くの皆さんが安らぎを求めて京都に来られます。サービスを提供する我々事業者として、全てのお客様が気持ちよく過ごしていただけるように自主的にこういった環境づくりを進めていくべきではないかという考えに基づいて、我々各業種の団体が賛成をしていただいて協議会を作らせていただきました。では受動喫煙防止対策として取り組まれている点灯表示ステッカーの普及活動についてお聞かせください。個々の店舗の構造や運営形態が様々でございます。そのような状況でも自分のお店の喫煙環境を表示することは、すべてのお店で取り組むことができるために、受動喫煙対策としては最も実効性のある取り組みであると我々は考えています。お客様が安心してお店を選んで利用していただける環境づくりに取り組んでおります。今後もこの点灯表示ステッカーの普及を進めていくために、行政としっかりと連携しながら賛同していただく団体を今以上に増やしていきたいと考えています。ステッカーが貼られたお店が増えると私たちも利用しやすくなります。本日はありがとうございました。ありがとうございました。喫煙環境を表示する点灯ステッカーは5種類あります。終日禁煙のお店であることを示す禁煙、禁煙時間帯を設けているお店を表す時間分煙、喫煙場所から禁煙席に煙が流れないお店であることを示した完全分煙、喫煙室はないが喫煙席と禁煙席を設けているお店を表す空間分煙、禁煙席がないお店を表す喫煙可能、また店内に表示するステッカーもあります。喫煙区域は店内の喫煙室、喫煙区域を示し喫煙エリアの入り口に貼られています。喫煙環境の表示があることで私たちも安心してお店を利用することができます。お店をされている方々はぜひ喫煙環境の点灯表示にご協力ください。